そこらの畑や田はずんずん潰れて家が建ちました。いつかすっかり町になってしまったのです。その中に拳銃の林だけはどういうわけかそのまま残っておりました。その杉もやっと一畳ぐらい。子供らは毎日毎日集まりました。学校がすぐ近くに立っていましたから、子供らはその林と林の南の芝原といよいよ自分らの運動場の続きと思ってしまいました。